今日は施術着で出てしまいましたなんか新鮮ですね。はい、初めてです、はい、今日も来てます。はい、先生自己紹介お願いします。はい、ハリアップカレッタ汐留院の村田です。院長先生です、よろしくお願いします。今日はなんと皆さん、これ別に女性の方だけじゃないですよね、はいはい、男性の方にももちろんもちろん、はい、小顔に効くツボ、しかも30秒すだけで全然変わっちゃうというツボを教えてもらいます。イエーイ、イエーイ。あ、だんだんノリがいいいや、YouTube なんで、ね、そうですね、これやっていかないと。はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと私カメラマンになりますので、はいはい、先生の顔で実際に、顔にあるんです、そのツボが、はい、アップにするんで教えていただきましょう。お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。その小顔になれるツボの位置を教えてください。はい、ではですね、まず、はい、瞳から下に線を下ろします。うん、小鼻から横に線を伸ばします、うん、その交わったところがツボなんですけど、はい、ここが胡梁というツボになりますね、うんうん、これはまあ経絡でいうと胃のツボになるんですが、うんうん、これはなんと小顔に効くツボになります、うん、でここをクリ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 と30秒押すだけでここの周りの代謝が良くなって、ほうれい線だったりとか、うん、輪郭がシュッと見えたりとか、そういう効果が得られますんで、はい、プラスなんとこのツボは、腰痛にも効くと言われています、うん、それはなぜかというと、はい、これは胃のツボなので、大丈夫ですか？はい、大丈夫です、胃のツボなので、うん、この胃があるのは前側なので、うん、前側がスッと緩むんですよ、ここのツボを押すと。へえ。胃の周りが緩むということはこの周りの筋肉筋膜が緩んでくれるので、うん、こう反った時に楽に反れるようになるというようなツボになります、うんうん、はい、はい、顔のツボのその位置は、はいはい、こう探し方としては今教えてもらった通りに十字になったところを押せばいいと思うんですけど、はいはい、ちょっと押すと、はい、私もさっきやりましたが、はい、痛いなっていう位置がありますよね。そこでいいのかな、はい、少し痛いなと感じるところがツボになるので、うん、はい、そこをクリクリと押してもらえればいいかなと思います、はい、で押してみると、はい、なんと下の歯に響いたんですよね、これね、はい、実はこれ歯の痛みにも効くツボなので超万能なツボなんですよね。じゃあ歯が痛い時に押しても、はいはい、痛みを和らげてくれます。へえ、アフターの写真分かりやすかったですよね。いや、すごかったです、ね、本当に30秒しただけで。これやらせじゃないですよね。これやらせじゃないです、うん、はい、特に剃るときは天井の景色が変わりました。全然違いました。全然違いました。万能のツボですよね、はい、でしかも今回は今左のほっぺだけやったんで、はいはい、これ右もやった方がもちろんいいんですよね。もちろんもちろん。で両方やったらもっと体反りますかね、はい、そういうことです、そういうことです。プラスやっぱり毎日やるっていうことが重要なので。なるほど、なるほど。顔なんでやりやすいと思うんですよ、うん、確かに、うん、だからながらビューティーにはうってつけなんじゃないかなと。確かに確かに。電車に乗りながらでもできますからね、はい、そうですそうです、そうです、はい、はい、いやー素晴らしいズボ教えていただきました、うん、たった30秒押すだけで、はい、小顔効果、なんか小顔というよりこう顔がこうキュッと、そう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 、はい、夕方疲れてきたりなんて時にはもうぜひやっていただきたいですね。ぜひやってほしいですね、はい、朝昼夜、はいはい、処方させていただきました。今日は万能のツボでした、はい、村田先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来月。